今回はね、本当はね、いつもならバトル画面から始めるんだけど、今日バレンタイン仕様になってたから、あえてここから始めたんだけど、ライトニングだったんだね、あれ選ばれたの。私はとりあえずユーナに入れたんだけど、ちょっとショック。それだけ、それだけ。やろう、やろうって。このね、8のイベントの、EX++ をやっていこうと。で、メンバーとしては、ケット C は固定。で、全体回復役のユーナ。まあ、選ばれなかったユーナさん。を入れて、で、あとは8のメンバーで固めて、で、一応うちで育ってた8のメンバーがゼルとリノア。まあ、なんとかなるんじゃないかな。で、イデアさんは、もともと、入れる予定じゃなかったけど、レベルが50までなぜか育ててあって。で、あと、この専用武器が1個あって、でこれが全体ヘイストをかけれるから、あと魔力アップ。で、まあ、強いかなっていう。本当はね、8だとキスティスさんが一番好きだから、キスティスさんを使いたいんだけど、今グローエッグがなくて、で、レベルが1で、ちょっとね、あとガチャ回したかったんだよ、今回のガチャ。ね、キスティさんの専用欲しかったし、いやなかなかって感じだよね。今回フレンドさんはクロノさんの鉄壁をお願いします。どうなんだろう、勝てるかな。アルテマウェポン、アルテマウェポンとかちょっと、とりあえず魔力と攻撃力はケット C で下げれるから、でも戦闘不能にならない、それだけを心がけていきます。はいはい、よし、いるかな。8はね、全然できてなくて、本編ほんと最初の方で止まってて、イデアさんのレベルが低くて上げたかったんだけど、これもグローエッグがなくて、何いけるかな、どうだろう。あ、でも8000、強い強い、回復できてるから、どうしよう、できることがないな、お二人ができることがない。全体攻撃してくるんだ。あ、きつい、ちょっと待って、回復2人連れてきていてよかったんですよね。個人的にね、セルフィーも好きだからね、連れてきたいんだけど、ちょっとね、育ってなくて、うわっ、待ってよ、待って、やばいじゃん、回復が追いついてる。でもリノア強いね、やっぱ。なんかリノアとは、なんか謎の縁があるとか、専用武器か、今ね、だからイデアさんがつけてんのもリノアの専用武器なんでね。なんか出る。毎回ね、一級先生狙いで回してる。今想像以上のダメージ受けたよ。なんでなんで、ちょっと待って、鉄壁ってもう切れてる、早くない、打とう、打って、あー切れてるかも。切れてるかもしれない。あ、みんないる、いいね、で、ここで下げたでしょ、これ回復、どうしよっかな、誰で鉄壁張ろう、ミノアで張ろう、そしてミノアで、
大体半分ぐらいだよ。で、魔女のパレード。これ使えるよね。なんかペースト系の点を持ってないと思ったけど、持ってたわ。すごい使える。うん。今後使っていくかもしれない。で、攻撃して、して、僕は間に合ってる。ケアフが打っとこう。することないからね。メルベル。なんだじゃあ。そういうことないな。叩くか。戦う。で、はい、じゃあ。ヤングディレイでいくか。お、カンスト。強い強い。いいね、魔女のパレード使っててカンストだわ、強い。メテオ連発はやめてほしいよね。なんかもうあのセフィロスのね、こと思い出しちゃった。すごい嫌だったもん。いけたかもな。何？どういうこと？何が起きた今？見てなかった。何が起きた？何が起きてゼルはこんなことになってるの？だからなんだよ。いけたかもしれないとか言って調子乗ったからだよ。てたけれどもどうなんだろう。死んじゃったから無理かな。無理できてないかな。あ、いいんだ。やってれー。うわーマジか。マジだ。うわー、うわぁ、うわぁ、ちょっと後で、後でマスクリしたのを後ろにくっつけとこうかな。前みたいに。ちょっと、悔しい。何が起きたんだろう、最後。あ、マジか、ちょっと。とりあえずでもマスクリはしとく。とりあえず今回はここまでで。この後に多分ね、ついてるから。勝ったよっていうのが。バイバイ。